池田由美のリファーラルコーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田由美のリファーラルコーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形にの AI プランニングと。 増大ななビジジネスと雄大な人生ををむ企業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でおお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集してありますメールアドレスは 797-fmgino1.com 797-fmgino1.com までお願いいたしますスマートフォンでもお聞きいただくことができます ツイキ,キャスやリスラジでも発、えー、信してますので、<laughs> FM 着のを検索して、ぜひお聞きください。アプリケーションをご覧いただきながらお聞きいただくと、ツイキャスからもコメントを送っていただけます。コメントをどんどん募集しております。<laughs> えー、さてさて、ねえー、今週は軽井沢長野県軽井沢の別荘からお届けさせていただいておりますが、えー、世間は3連休ですね。 えー、皆さんのんびりしていらっしゃいますでしょうかね、えー、ゆっくりしてお過ごしのことと思いますが今週もお聞きいただいてありがとうございます今日はね私も久しぶりにゆっくり休暇を取っているんですけどもこの番組はもちろん、えー、忘れずに、ね、放送しておりますえー、皆さんどんなね、えー、連休を過ごしでしょうか えー、ちょっとね、久しぶりに、えー、旅行したりとか、お出かけしてらっしゃる方も多いんじゃないかなというふうに思います。私は先週金曜日の夕方に家を出て、まあ、車であの長野県の,、ね、この軽井沢に向かったんですけど、いつもなら2時間半ぐらいで着くんですけど、あのー、今回はねちょ、あのー、途中で自己渋滞に。えー あがあってもう6時間かかっちゃったんですよね。もうね。さすがにちょっと運転疲れましたね。今回は本当に別荘に着いたの夜中になっちゃいました。いつもだったらね。相棒のピーチちゃんも連れてくるんですけど、今回はちょっとピーチちゃん、あのお留守番になっちゃったのでなんかね。あのー、相棒もいなくってま1人でずっと運転してて。 いやーまさか6時間もかかると思わなかったからね、ちょっと本当、なんか着いた時には、あら、もうくたくたっていう感じで、本当、もうそのまんまベッドに倒れるように寝てしまいましたけれども、はい、はい、まあ皆さんもねあの、連休中って普段あんまり運転しない方も車でお お出かけすることも多くなったりしますので、あのーね、ご自身が気をつけてても、周りの方も、ね、いろんなコンディションの方もいらっしゃいますし、あのー、ぜひ運転にはくれぐれも皆さん、お気をつけてくださいね。早めにちょっとね、休憩を取るとか、あとは運転を交代するとかっていうのもね、えー、大事だなというふうに思います。 もう安全に、ね、無事にお家に着くまでがその旅行、ね、その遠足だったりしますからね、えー、無事にぜひ皆さん、ね、お家にお戻りになりますように待ってる方がいらっしゃいますから、えー、楽しんで、えー、ご旅行をに行ってきてください、まあね。連休って本当どこも混雑しますよね。まあ、それはね、それでもこうそこで楽しめることをぜひしていただいて、日頃頑張っているご褒美に。 はい、思いっきり楽しんできてください,、はい。じゃあね、皆さんがどんな連休をお過ごしになっているのか、ぜひ番組にもメッセージで送ってくださいね。うん、おすすめの場所とか、えー、ここ行ってよかったよっていうのを、ね、ぜひ教えていただきたいと思います。ぜひね、私もまた機会があったらそういうところにも、えー、訪ねてみたいなというふうに思ってます、えー。いつもね えー、番組の冒頭と最後に実は私が毎回アセンティブの、えー、ミッションでもあります壮大なビジネスと雄大な人生をつかむとかね、えー、アメージングビジネススペクタクラライフなんて言ってるのを皆さんね耳にしたことがあるかもしれないんですけれども、えー、今日はね私自身がそのアメージングビジネススペクタクラライフこれをどのように過ごしているのかっていうのをお伝えしたいと思います。 特にスペクタクラーライフ。ね。雄大な人生。ね。ビジネスだけじゃなくて、そのね、自分の理想のとするね、素晴らしい人生。この両方のバランス、バランスというよりも、ハーモニーですね。この調和っていうのがすごく大事なんですけど、この雄大な人生って、ね、めちゃくちゃ憧れませんかこのスペクタクラーライフ、英語で言うとね。 これね、どういうことかっていうと宇宙規模のなんていうようなニュアンスなんですよね。すごい憧れませんか雄大な人生っていうと皆さんどんなイメージでしょうかね。えー、これね、例えば豪華客船で、えー、旅をするとかね、えー、世界一周旅行するなんていう,こうリッチな旅行をするなんていうのも。 雄大な人生かもしれませんし、うんなんか、えー、高級車に乗るなんていうのも雄大な人生かもしれませんね。ただ、うんそのお金で買えるものとか、えー、っていうのだけが決して雄大な人生ではないんじゃないかなと私は思っています。高額な旅行、高額なブランド品、高額な、えー、高級車とかね乗ってることだけが なななな人生とといいいいうわけでははんじゃないかなと私は思っています皆さんが、えー、その雄大な人生それをつかんで幸せでいるためにいるものといらないものっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよねどんなものがあったら皆さんの人生が雄大になりますかね こんなものがあったらいいな、ね。ぜひ番組にもお知らせいただきたいと思います。うん、私はそうだな。なんかあんまりね、物質的なものっていうのは私あんまりなんか求めてないかな。それよりもうーん、気心知れた仲間となんかご機嫌に過ごしていることが一番幸せかなというふうに思っていますね。あとは、 <laughs> 行きたい時に行きたい場所に行けると、ねまあ。そのための時間とかお金っていうのは大事だと思いますけど、なんか、うん、お金で何かを買うっていうよりは、過ごすためにお金をお使うっていうのはあ、そんななんかお金の使い方をしたいなっていうふうに思いますね。<laughs> ぜひ皆さんが望む雄大な人生、どんなものなのか。 こんなものがあったらいいなっていうのを、えー、番組の方にね、コメントでお待ちしています。はい、今日は、えー、私はこの、ね、長野県の軽井沢の別荘からお届けしているんですけれども、まあ、軽井沢ってね、そもそも避暑地と言われているんですよね、秘暑地、まあの。そう言われる通りですけど、まあ、いつもは東京と,、えーとね、気温はいつも10度違うんですよね。だからもう 軽井沢に入ったとたんにやっぱひんやりしてきます。で、朝晩はほんと肌寒いぐらいで、1枚羽織るものっていうのはね、いつも必須なんですよね。私、特にね、寒がりなんで、もう絶対なんか長袖のものがないと、夏でも、あのー、軽井沢ではちょっと寒くっていらないなっていうのもあります。<laughs> なんですけど、あのー、こはね、 特にね、記録的な酷暑暑さでしたよねあ。なんかね、こう避暑地が秘書ではないなっていう感じの日も多かったようです。で軽井沢の別荘族の中では、別、え、荘、ー、オーナーの、ね、方々の中で、軽井沢に来ていらないものは2つあるというふうに言われているんですよね。 えー、軽井沢でいらないものは2つあるって、うね別荘族で言われていることがあるんですが、1つ目は <coughs>、クーラーです。1つ目はね、クーラーいらないんですよ。このね、別荘の中では、うーんついてる家はどこにもないんですよね。やっぱりこう暑地なので、クーラーってどこもつけてないんですよね。まあ、あっても扇風機ぐらいですかね。 うちはリビングにあの大きなシーリングファンがあるのと、あと、まあ、扇風機もありますけど、あんまり使ってないですね。で、あとほとんど物置にしまったままかなと。で、普段だね、ここはあの、本当、夏ひんやりですけど、冬はもう本当寒いので、雪も深いですから、11月ぐらいには閉めちゃって。 ゴールデンウィークぐらいまで、まあ、の別荘はもうクローズになっちゃうんですよね。でゴールデンウィークにいつも私、開けに来るんですけどお、全然ゴールデンウィークだったら、あのー、ストーブつけてます。それぐらい結構寒いぐらいのところなんですよね。なので、夏は全然クーラーとか本当、いらない自然の風で十分っていう感じがします。なので、窓をね、えー、開ければ自然の風が入ってきて、 風の音とか、えー、木の葉がね、揺らぐ音とか、葉っぱが落ちる音、あとは風の音とか、ね、えー、あ川の流れる音とか、小鳥がさえずったりとか、まあ、雨の音なんていうね、こう自然の音が聞こえるっていうのがね、あの、すごく癒されますよね。なので私ね、あの、リビングにもちろんテレビもあるんですけど、基本、 テレビはここに来たらつけないですね。あとはあのたまにね、お友達が来て、ここで一緒に過ごすときに、いつもねこう、スピーカーも持ってきて、音楽かけてくれるんですけど、申し訳ないんだけど、その音楽なくていいかなって言って、BGM わざわざあのいらないかなっていう感じで、なんですよね。 なので、まあ、それは、ね、人の好みなのかもしれないんですけど、なんか自然に来たらね、それを思いっきり楽しんだ方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。まあえー、ここはね、クーラーが本当、ないので、涼、えー、むための、ね、工夫を、やっぱいろいろしているかなって思いますあ、ますまたあの都会の生活に慣れてしまってると、涼を楽しむ方法っていうのもね、なんか忘れてしまっていそうですよね。 なんかこう、なんだあの、リモコンね、ピッてスイッチ入れれば、クーラーがついてすぐひんやりするなんていう普段の生活してるよりも、まあ、それはそれでね、普段はいいかもしれないんですけど、まあ、こういうところに来たときに、こう自然の中で量を取る、涼、ね、む、工夫をするなんていうのもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。<laughs> 昔はね、涼、あのー、む方法 あのー、なんだ水を打ったりしてましたよね、打ち水っていうんですかねあの、お庭とか、あとアスファルトなんかはやっぱ熱を持っちゃっているので、夕方になると、こうゃくでお水をまいたりして、そうするとこう水蒸気とともに蒸発するときに、熱もおーそれがすっと抜けていくことで、涼しさを味わったりですとか、あとは、 ブーリンの音なんていうのもね、こう、涼しさを感じたりもしますよね。また、浴衣がね、ジンベイなんか着てる人なんかも見かけますよね。浴衣、今また流行ってますからね。もちろん、そのファッションっていうところでもね、浴衣はあの着るのもいいと思うんですけど、やっぱりね、昔の人の工夫って素晴らしいなと思うのは、浴衣って本当にね、こう、袖ぐりのところとかね、あの、たものところとか、 実は空いていて風通しがいいような着物になっているんですよね。なので、えー、もちろんその着方、ね、最近の若い方たちはね、いろいろこう装飾をしたりしてますけど、涼、あのー、むためにはそういうの一切なくって、襟ぐりを開けて、ね、首筋から涼、あのー、んだりですとか、はあのー、袖のたもとのところから、えー、風をね。 感じたりする、そんな着方、昔の着方で涼む、そんな工夫があるとね、ね皆さんも、えー、浴衣を楽しめるんじゃないかなと思います。あとはジンベエとかもそうですよね。まあ、ちっちゃい子がジンベエ着てるとね、すごいかわいいなって思いますけど、はい、えー、ぜひそんなね着物でも皆さんもね、えー、楽しんで涼を涼、えー、む楽しみ方をねしていただけたらいいなと思います。はいそして今度、彼誰いらで依頼ないもの、2つ目ですね。 これは名刺なんですよ。お仕事で普段使ってらっしゃるビジネス名詞。これね、別荘のオーナーのほとんどって、まあ、ほとんどの方が経営者だったりとか、投資家さんだったり、ある分野で成功している方、えーまあ、政治家さんとか、あと芸能人の方も多いようなんですよね。さまざ、あ、まな方が都会の喧騒を離れて、リフレッシュするために、 えー、空間を求めてここに来ているんですよねだから肩書きは一切不要なんでです、うん、ここでは本当にねこうおう家にいるのと同じで一日中ルームウェイで過ごしたりとか、まあ、T シャツ短パンも本当ラフな格好でワンちゃんとお散歩に行ったりですとか、まあ、お庭でバーベキューしたりとかゴルフとかあとはお買い物に行ったり農園とか牧場 で楽しんだりとか、あとは川や山の自然の中でね遊んだりっていうことをするんですけど、もう本当に皆さん100%プライベートな時間を満喫しに来ているんですよね。うん、なので、まあ、軽井沢には有名な方も多く訪れています。私も何度もあのー、有名な方、著名な方、えー、すれ違ったり見かけたりしたこともあります。 ですけど、誰もここでサインとか写真は求めないんですよね。でその人の時間を尊重して、お互いに邪魔せず楽しむっていうのはね、ここでのマナーになっています。だから、名刺交換も必要なくって、私もここに来るときは、名刺もスーツも,もう一切ビジネスのものって持ってきません。で、私のね、えー ベストの周りがどんなお仕事をしている方なのかとか、どんな会社の方なのかっていうのは、まあ、もちろん知ってはいます。まあ、それはでも、長年のお付き合いの中で知ったんですけれど、だからどうこうっていうことは全くなくって、普通にまあお隣さんとして、ご近所さんとしてお付き合いをさせていただいています。だから気楽でいいんですよね。で、軽井沢でいらないもの、これがクーラーと名刺でした。 えー、実はね、このスペクタクラライフ、壮大な人生のために、私自身がここでね、えー、別荘で、えー、もう一つ、私にとっていらないなと思っているものがあります。それはデジタルツールですね。うんあのーまあ、たまたま我が家の別荘って山の中にあるんですよ。あのー、軽井沢の一番のなんていうんですかね、えー 繁華街といいますか、えー、メインになっている軽井沢銀座なんていう街中からするとうん、普通でだったら車で20分ぐらいのところなんですけど、まあ、軽井沢自体もあの山の上のほうになるんですが、街はやっぱり、ね、開けてますけど、そこからさらに20分ぐらい上がってくるので、本当に木の中、森の中っていう感じなんですよね。もう外は、ね、街灯とかもないから真っ暗です。で えー、なので、本当ね、電波が弱いんですよ。で、以前、ここでオンラインミーティングしたことが、まあ、何回かあるんですけど、もう電波が不安定で、w i f i も弱くって、なんかこう、まるで宇宙と交信しているかのような <laughs> タイムラグがあったり、途中で切れたりしちゃって、もうご迷惑かけたりしたことも何回もあったんですよね。だからもういっそのこと ここでは基本パソコンや携帯を使って仕事はしないっていうふうに私は決めています。なので、えー、事前にもうスタッフにはあもう朝ね、メールはもちろんチェックはあの1日1回はしますけれども、あとはもう戻ってからっていうふうにもう事前に伝えてあります。で、もう本当にね、急ぎのようなある方っていうのは電話くれます。うん。えー、都会にいたらいつでもどこでも こうデジタルでね、つながれるっていうのは、このメリットではあるんですけれども、逆に言えば、この電波に私たちって今、支配されてますよね。私はそれを意識的にデジ,タルデジタルデトックスをしています。特にこういうね、別荘に来たときですね。そうすると、何が得られるかっていうと、まずは、時間に縛られない自由。 これすすごいですよ <laughs> 本当になんかね、あのー、朝、えー、起きて、まあ、じもう本当好きな時間に起きて、えーまあ、私はもう自然と大体6時には目が覚めるので、えーまあ、遅くても6時には起きてるんですけどうんまあ空が明るくなった頃に外に出てあのいつもね おさゆと、まあ、レモンを絞った、ホットウォーターウィズレモンですけど、まあ、それを1日に何杯か飲むんですけど、朝それ1杯を持って、えー、あのバルコニーに出て、テラスがあるので、そこでちょっとこう本を読んだりですとか、あとは、まあ、瞑想、ね、メディテーションをしたりして、えー、ちゃんと自分のこう今の自分と向き合ってみたりですとか。えー 今までちょっとなかなか読めなかった本をね、えー、集中して読んだりすると、なんかね、小鳥の声が聞こえてきたりとか、あと、まあ、風の音もそうだし、まあ、近くをね、えー、川が流れてるので、えー、昼間はそんなに聞こえないんですけど、朝早いとその川の流れ音なんていうのも聞こえてきたりして、まあ、そんな中でリラックスした中で本を読んだりもしますし、でそこから朝走りに行って、まあ、だいたい えー、ここに来るときは4キロぐらいですけどね、走って、えー、体を動かしてで、シャワー浴びて、でもシャワーっていうのは、私もともとお風呂が中いので、ゆっくりお風呂入って、1時間ぐらい入ってますかね。うんそれから、あのー、朝食の支度をしたりとかしてますね。なので、まずね、こういうデジタルデトックスをして得られるものに、まず時間に縛られない自由。 ね、もうこれ私にとって一番大きいんですよね。うん、そしてあとはね、はい睡眠、睡眠の質が全然違いますね。なんかやっぱね、自然の中で寝るって本当いいなーっていうふうに思います。また、自分を見つめる時間っていうのもね、よくこうこう取れるようになるかなー。 今日も実は、えー、うちのエリアにある千ヶ滝っていう滝があるんですよね。これ、浅間山からどーっともう流れてくる雪解け水がもう大量にこう流れてきていて、大きな滝があるんですよね。もう結構ね、落差がある滝なんですけど、まあ、そこでこうマイナスイオンも受けながら、今日もなんかちょっとね、 なかなか千賀だけ行く機会が最近なかったんで、久々に行ってみようと思って行ってきたんですけど、本当にやっぱ気持ちよかったですね。あのー、そこはね、よく仙台県のチワワのハッピーくんとよくお散歩したところで、あーなんかハッピーがいた時はこうだったなとかね、いろんなことも思い出しながら、そこを今日走って、まあ、は走ってというか、今日はお散歩がてらですけどね、できました。 そこのね、えー、雪解け水なので本当に冷たくって、ま、もうすごい澄んでて綺麗なんですけど、あのー、冷たい雪解け水をちょっと顔バシャバシャバシャってやってみたりして、えー、そんな自然の中を踏んで遊んでいきました。まあ、こういうね、忙しい時き、えー、煮詰まってきた時こそこの自然の中で。 名刺や肩書き不要、そしてデジタルデトックス、まあ、こんなことを皆さんもし、ね、ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。おすすめの過ごし方です。観光地とか、ね、行くのももちろん楽しいし、いいことあの、素晴らしい過ごし方だと思いますけど、何にもしない。私はこういうベストに来るときのテーマ、何にもしないをする。 何にもしないをする。えっと、そういう時間を得るために日頃頑張ってるんだなっていうね、自分を褒めながら過ごしています。ぜひやってみてください。きっと素敵なライフスタイルになるんじゃないかなっていう風に思います。はい、では、えー、最後、番組からのお知らせです。毎月開催してますリファーラルサクセスオンラインセミナー説明会。 えー、で次回はですね、10月26日木曜日10時から12時30分です。えー、詳細は申し込みに関しましては、アセンティブジャパンのホームページ h t t p s j a p a n a c e n i v e c o m h t t p s j a p a n a c e n i v e c o m からお願いいたします。えー、さあ、もうね、9月も終わり、もうおが願になってきますからね。 えー、暑さ寒さも彼岸までなっていますからこのね、えー、猛暑だった夏も少し、えー、しのぎやすくなって夏も終わりにかかってくると思いますまあ季節の変わり目ですからね体調崩す方もいらっしゃるかもしれませんのでどうぞお気をつけてお過ごしください本日もお聴きいただきましてありがとうございました今日は1週間の始まりですお仕事中の方ちょっとコーヒータイムの方 車運転中の方、おききいただきましてありがとうございまます。まだまだ暑い日が続きますのでお気をつけてお過ごしくださいどうぞ素晴らしい1週間と素敵な1日をアメイジングビジネスタンドスペクタクラーライフお相手は池田あゆみでしたそれではまた来週いってらっしゃい